はい、サイガーイ。ここどこ、なんてホテルだったっけ。サザンビーチホテルかな。サザンビーチホテルに泊まってるんだけど、人がいないらしくって、スイートルームにアップグレードできました。しかも1泊9万円です。1泊9万円、やばー、広いの。おー、ということでルームツアーします。ルームツアー、まず玄関ね、から、ここは全身鏡。これもらえるんだって。マリナピンクもらおう。で、ここ、トイレでーす。トイレ、しかもね、手洗う場所もあるの。はいはーい。やばい、広い。ここが、テレ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 テン、クローゼットです。抜けるの、ここ通れるの。体重計もあります。乗りたくありません。ここ住みたい。で、ここを通ると、あの洗面台ですね。洗面台すごい、アメニティがめっちゃある。ありがたい。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープです。サザンビーチのオリジナルのやつかな。マウスウォッシュもある。すごい、これ急いでると喧嘩ならないからいいね。で、ここが2個目のトイレでーす。シャワールーム、結構広い。シャワールームとバスタブもあります。あ、ここ開けれるんじゃない。テレビもある。おー、ベッドルームですね。なんかエッチー、ここ覗けるじゃん、お風呂。ゆきこ見て、なんかエッチなお風呂になった開けれる。開放感やばいよね。ほら見て、丸見えだけど、ここからお風呂丸見え。もちろんオーシャンビューです。ビーチが見えます。ビーチ前東京内だからすぐ行ける。あ、バスケットコートもある。へえ、遊具もあるし、すごい。あ、マットレスはめっちゃ硬い。硬め。で、ここをこう行くとリビングです。ここでなんかパソコンカタカタしたら仕事できる人みたいじゃない。ここに座ってなんかかっこいい、キャリアウーマーみたいな。いいスポットだし、写真撮影するにはここめっちゃいいスポット。オーシャンビュー、めっちゃ広いの。ここ住みたい。友達はくつろいでます。あとチェックインの時にこれもらったの、フェイスケア4点キットか。クレイジング、フェイスウォッシュ、化粧水、乳液が入ってる。開けてみよう。おお、ありがたい。こんな感じです。これコーヒーマシーンだね。お、すごい。コーヒーがめっちゃある。コーヒーがめっちゃあります。私はコーヒー飲めないんだけどね。はい、以上がルームツアーになります。私のね、お気に入りはね、クローゼットなの。クローゼット、あのクローゼットめっちゃいい。いいな、ここ住みたいもん、ほんと。あの、ラウンジもついてるの。カクテルパーティーとかがあるラウンジがついてて、そこに行ったら軽食とか、あとお酒も軽食食べ放題、飲み物も飲み放題のラウンジもついてるので、今からそこに行って楽しんでいきたいと思います。飲みすぎ注意しなきゃ、二日酔いしてるんだよね、ほんとは。シークワーサージュース飲む。
と昨日飲みすぎたから。パンケーキ、ゆき子がめっちゃ食べたがってて、テビチタコライス作れるの、ほら見て、作ってみよう後で。音楽聴きながら見よう。あほー、どうだしてる。なんか予約しなかったのね。でも音楽聴きたいんですって言ったら一番前の席を用意してもらった。嬉しい。予約の席はだいたい窓際が予約席で海が見れるわけ。うちらは窓側の席じゃなくて真ん中の席にいるんだけど、めっちゃいい。民謡聴きながらさ、ビュッフェって。でもどうしよう、デザート食べるか迷う。太りたくないんだよね。どうしよう。このごはん屋さんマジでね、お刺身ほんと美味しい。うん、美味しい。めちゃくちゃ後ろ見られる。めちゃくちゃ子供めっちゃ子供に見られるんだけど。デザート食べます。結局食べる。シークワーサーケーキと紅芋モンブランといちごのショートケーキとパイナップル。私パイナップル好きなの。いただきます。パイナップル、めっちゃうまい。このパイナップル、うん、うまい。やばい、何個でも食える。パイナップルってさ、うん、若かったらそんな美味しくないじゃん、うんうん、甘くないやつ。甘くないし ね。このパイナップルめっちゃ美味しい。うん、冬にさ、沖縄来る人ってさ、うん、泳げないじゃん、うんうん、何するんだろうね。もう求めてないんじゃない、こういうのは。マリンボールみたいな、うん、夏だったらもう大体ビーチが中心になるさ、うんうん、そうじゃなくて、どのところに行くのかな。動物園とか、それこそ首里城とか物産館。ああ、そうか、首里だったら冬でも大丈夫だもんね、うん、なるほど。もう一回行こう。ついに行こうか。うまっ。え、何それ。ペニーボモンブラン、うまい。え、これ何、この豆みたいなやつ。向こうも何それ。これみたいな豆だ。豆かい。
何の飴か分からん。甘い、甘苦くはない、甘い。小豆、小豆かな。うーん、4000円かって。元は取れてない。取れてない取れてない。元は取れてない。沖縄そば食べるか悩んでる。お腹いっぱい。甘いの食べてまたそば食べたくなるよね。わかるわかる。どうしようかなってだよね。まだ沖縄ってそば食べてない。もし食べた方がいい。でもさ、今そば食べたらさ、飲めなくなっちゃう。せっかくラウンジでさ。はい、でも10時まで空いてるからさ。今まだ今7時だからさ、いけるかな。あの1時間ぐらいゆっくりしてから行ってみて。やめな、どうしようかな。スイートルームって何個あるんだろうね。え、少ないとも調べてみよう。ごちそうさまでした。ちょっと休憩。1110個あるんだ、うん、でもそれでも1つ入ったってことよね。三振こんなに弾けたら楽しいんだろうな。絶対楽しいよ。あれしか弾けないや、あの法然の歌と懐かしい朝土屋優太。テン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 。この後はラウンジで飲みますよ。ラウンジつけていいね。いいね。でもラウンダメな沖縄そば。でもここからダメなしな。やめとく。やめとくの。いいの？ファイナルアンサーですか？うん、こんなところでカロリーって言っちゃダメ。こんなところでカロリー。どこでカロリーですっけ？お酒。ネギにた。こんなところでカロリーちょ取っちゃダメ。酒。酒飲みたい。怖い。沖縄の女みんな。こんなだらけ。お酒飲みに行こう。お酒飲みに行こう。ラウンジに行きましょうね。はい、ラウンジに来ました。ラウンジ付けのホテルの部屋に泊まってるから。今物がね、つまみに変わってる。つまみ、サキイカどこにあんの。あ、すごい、サキイカもある。サキイカピーナッツ、あとなんかドライフルーツとかいっぱいある。ユキコが酒飲む酒とか言って。やばい。飲まないよ。何飲もう。え、じゃあ取れ、あ、取るの。え、取れないの。ほら。はーい。あ、ユキコが入れるから美味しいはず。ね、もういい、もういい。ありがとう。何が好き、ユキコ。ハイボール。一緒。一緒。渋いな、ハイボールって。あ、ハイボールと唐揚げだ。だからユキコが好きなの。ほぼ毎日ハイボールと唐揚げ、唐揚げ食べてるんだって。あったんだよ、それ。これも美味しいの、エビせんべい。え、美味しいよ。食べてみて。これめっちゃうまく。これめっちゃ美味しい、これ。アーサー沖縄せんべい。これも。これこれユキコのおすすめだって。島唐辛子。辛い？辛い。ちょっとスパイシーってこと？そう、あのピリ辛。お、いいじゃん。ユキコのおすすめ。2つ。乾杯。うー、セレブな気分。今は朝の6時半です。7時半から朝ごはんなので、ちょっと顔を作ります。
い、メイクが終わったのでこれから朝ごはんに行ってきます。イエーイ朝ごはん一人でさ、こうやって喋るのさ、まだ恥ずかしすぎて。マジで、うん、めっちゃ恥ずかしい、うん、はこの鏡さ、細く見える。本当だ、なんか細く見えん、この鏡。いい、めっちゃ細く見える。いい昨日食べ過ぎてから顔もむくんでるし、お腹いっぱい。ちょっと一度お手元のものを書いていただきまして、はい、はい、和食を一つ便利になりますね。はい、食事の欄からですね、はい、ジューシーと白米をまず先にお選びいただきます。私ジューシーで、その通りですね、もずくのすもし汁と赤だしをお選びいただきます。じゃあまるでもずくにしてみる。一番後ろの方からお飲み物をお選びいただきます。コーヒーと紅茶は食後にご用意できますので、よろしければジュースからお選びください。マンゴージュース。先にお飲み物からお持ちいたしますね。お願いします。めっちゃ沖縄だよ。グルクン、パパイヤ入りチ、うん、島野菜、紅芋のごま揚げ、豚しゃぶ。美味しそう。冷しゃぶサラダ、海ぶどうもあるよ。最高じゃん。昨日海ぶどう食べたけど、しかも美味しかったね。美味しかったね、うん、ここでご飯が美味しい あの刺身とか生のお魚とかすごい美味しい。すごい、オランダに、オランダに、え、何、マスのオランダにって何？何？九時に出るんだよね、ここ。うん。はあ、住みたい、ここ。あの部屋が良くて、なんか、なんだろう、家感半端なかった。家感半端なかった。うちらめちゃくつろげたよね。はい。マンゴージュースでございます。あ、私です。ありがとうございます。うん、美味しそう。ありがとうございます。温かい方をちょっと。スムージーでございます。ほうれん草とリンゴを使用しましたスムージーでございます。はい、ありがとうございます。すごい。マンゴー、私マンゴージュース好きなの。これのだっけ？ほうれん草とリンゴのスムージー。うん、リンゴの匂い。味、キウイ。マジ？全然違うじゃん。あ、ありがとうございます。苦い、うん、え、マジ？じゃあいけそうなの。キウイとリンゴの皮の味。これキウイ入ってますか？キウイは使ってないんで。じゃあ無理な飲み方がおかしいね。恥ずかしい、やめても。リンゴジュースも使ってますね。そうですね、結構甘めで美味しい。ないかと。スムージーって見た目さ、苦そうだけどさ、飲んだらギャイに色がね、ね、いいね、健康と。キウイ入ってないって言うんだし。晴れてめっちゃいいね。で、今日めっちゃ天気いいよ。めっちゃいい。沖縄寒いの、3月中旬。本当だよ。東京行くじゃん。したら、沖縄行きたいみたいな人とかいるわけ。そしたら、沖縄って年中暑いんでしょ。イメージ。沖縄寒いからね、本当に。沖縄は風があるんだよね。そうなんだよ。今日寒いもん、俺なんてニット着てるし。一個もニットだもんね。知り合いとかで、ね、沖縄で、ね、なんか暑いと思って、うん、半袖で行って空港出た瞬間寒くてみたいな、すぐ洋服買いに行ったとか聞く。舐めてるね。なんだろう、3月とかでめっちゃ暑くて海で泳げる時もあれば、今回みたいに寒くて泳げない時とか。今日はなんか暖かい気がする。昼とか結構上がるか、明るかだけど上がりそうだよ。あ、でもどうだろう、どうだろう、外だったら寒いかも。美味しそう。ちょっとかね、はい、海ぶどうのサラダ、フルーツ、すごいゴーヤ入ってるよ。輪切りにして、見て、アンケート見つけたの。アンケート、テーブルの上にあった。はい、アンケートするよ。はい、じゃあ昨日のビュッフェです。スタッフの対応1から5で、昨日のビュッフェスタッフの対応5。はい、5。ご飯は美味しかった？ご飯美味しかった。じゃあ 5。 お飲み物、水しか飲んでない。確かに水が飲み物なんか、そうだね、種類そんな多くなかったかな。はい、朝ごはん、ス
タッフの対応が、お料理美味しかったね。お料理美味しい。フロントおよびロビー周辺のサービス。ドアスタッフの対応。ドアスタッフなんていた？これじゃあいなかったよね。いませんでしたっけ？うちらさ、駐車場から近道してきたからね。ベルスタッフの対応いないね。よかった。じゃあママさん、フロントスタッフの対応さん、チェックインの時の反応、おじさんママ、ママよかった。さん、電話オペレーター、あーは聞き漏れがあったからさ聞き漏れがあったからさん、客室のファーストインプレッション、客室の第一印象。めっちゃいいじゃん。スイートルームでよくなかったらやばいよね。マリナ、ここ住みたいもん。ほんとここ住みたい。ね、ここ住みたい。なんか落ち着く。調度品。あ、ファーニチャー。家具。家具いいと思う？ 1 から5でいったら？ 4。4回。ライト、照明。あ、4。室内、アメニティ。アメニティよかったね。何もいらないの本当に。たまにさ、4つ星ホテル行ったらさ、場所にもよるけど、あのメイク落としとか、スキンケア商品がない時あるんだよね。え、そうなの？うん、たまにね。ホテルなのに。うん、ホテルなのに。そう、3つ星ホテルと4つ星、4つ星ホテルあるところが多いけど、たまにない。1回ないところ当たったし。まず最悪じゃん。はい、空調。空調はね、2か1だな。1。マリニャル厳しかった。即答1。いいよ、1にしとく。いや、なんか空調が集中管理になってて、マリナめっちゃ寒かったわけ。あの、暖房入れたいんです、入れたいと思ったら自分でいじれなくて、電話したら他のところが冷房使ってるので、あの冷房しかお使いができませんと言われて。寒かったよね、夜。夜寒かったの。もうこれがね、個人で調整できればいいと思う。浴室の使い心地。浴室めっちゃ良かったよ。結構だって朝もお風呂入ってたもんね。ジェットバスあったの？知らなかった。使えばよかった。お風呂使わないからさ、マリナ今日。客室清掃は一泊だからわからない。タオル、シーツ類、めっちゃいい。5。再度ホテルへ泊まりたいと思いますか？他の部屋がわからん。泊まりたい。ゆきこ泊まりたい。ご滞在の目的、リラクゼーションですね。今回ご一緒にいただいた方はカップルってホワイトデーに泊まったから二人で当ホテルを選びいただいた理由。これ1個選んでくれたから。雑誌、情報誌、ホームページ、旅行代理店のすすめ、紹介、前回の好印象、 SNS、 口コミ、その他。口コミ。1個の口コミ。宿泊予約方法、電話、公式ホームページ、インターネット予約サイト、旅行代理店。予約サイト、うん、初めてのご来店、2回目以上のご来店。3回目かな。よく3回目なの、うん、?2 回目以上のご来店。ご意見、ご要望が、お希望があります。まず Wi-Fi だよね、Wi-Fi。Wi-Fi! これさ、Wi-Fi の情報のあれがないんだけど。アンケート。書いとこ。Wi-Fi ね、Wi-Fi がね、ちょっとね、ここ弱いの、めっちゃ弱いの。YouTube 見ようとしたらずっとね、ぐる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 ってしてる。1、Wi-Fi の環境をちゃんと整えてほしい。2、冷房と暖房が集中管理で困った。でいいかな。うん。でもこれってさ、集中管理でできるように設定してるってことはさ、直せないよね、絶対。直せるのかな、これ。なんか、エアコンのシステムがわからんけどさ。夜めっちゃ寒かったもん。はい、できました。ドルルルル。うちらの評価以上でございます。どうしよう、お腹いっぱい。今何時？9時に出るでしょ、ここ。あ、まだまだこれからね。ゆっこはちょっと車のね、点検があって、私はネイルの予約があるので、ちょっと早めにここ出ます。あー、ここ住みたい。ここ住みたい、ゆきこ。で、毎日こんな高いお金払えないそのアップグレードできたのは、すごい半額以下の値段でアップグレードできたから、
ありがとうございます。お腹いっぱいよ。マリナは荷造りする。そこら辺にポイポイ荷物しちゃったから。じゃあ帰る準備します。あー、ここほんと住みたい。はい、今日の動画はどうでしたか？夏にはプールやバーベキューがあるみたいなので、次は夏に泊まってみたいと思います。それまでに Wi-Fi とエアコンどうにかなってるといいけどな。ホテルレビューの動画もっと見たいと思ったら、ぜひいいねお願いします。 OK guys, we'll see you guys again soon. Ciao ciao。 ここね、飛行機が飛んでるのがね見えるの、ビャーって。空港があっちだからさ、すごい低いところが見えるんだけど、昨日はいっぱい飛んだのに、見たい時に限って飛行機がいません。動画撮りたかった、飛行機飛んでるの。あっちがビビビーチっていうねビーチです。